中国国立交渉ハルビンの紅町ソーセージ暮れ内町は中国東北部でロシアのソーセージ作りに似せて作られているソーセージのことである。中国は隣国ロシアの影響を強く受けてきた。特に中国東北部はロシア人が直接入り込んだ地域でロシアの影響をもろに受けた。そうした影響は東北人が食べる食料にも及んでいてロシア風の クレナイチョウと大列派がその例である。現代ロシアでのソーセージ作りクレナイチョウは1897年に始まった東西鉄道の建設中にハルビンでロシア人が設立した修林洋行で働くリトアニア人がソーセージ作りを始めたと言われている。外形にシワが多く赤みが強くソ連時代の赤色の連想もあり、ソーセージの中国語は 紅鳥なので紅鳥と呼ばれているリトアニア人が始めたソーセージなのでリトアニア人のロシア語を中国風にしてリツタフ各校長ともリド各校長とも言う東北人も他の中国人と同様に通常の工場で作られてスーパーで売られているソーセージを食べているが紅鳥はグルメ食品として観光食品として特に ハルビンの就林集団が出荷する、紅れ内町が、東北部の大都市のグルメ食品店で売られている。ありがとうございます。